毎回万博の話題はするもののタイムアウトするので、はいはい、今日は一番最初に、はい、まあ、話を、まあ、みんなで、ね、まあ、そもそもなんで会場プロデューサーを引き受けたのかっていうのはいろいろ理由があって、まあ、一方で今の時代万博って大丈夫なのかなと思ってたのも正直なところあるんですよ。でもやるからには自分なりにこう納得した上でやりたいと、本当にこれは素晴らしいと思ってやりたいと思って、まあ、万博の歴史をいろいろ勉強したんですよね。この割と小さな場所に世界中の国が集まってきて、でそれぞれの文化とか気候風土とか、なんかその社会が作ってきたものとか伝統とかいろんなものを全部持ち寄って、ここに半年間みんな一緒にいるっていう、こういう出来事って実は世界に他にないんですよ。でここに集まってきて一緒にいる意味っていうのは実はとてつもなく尊いんじゃないかっていうふうになんか自分の中では思っていったんですね。で最初の頃はあ、すいません全部森にしますとかそういう絵を作ったり、ファーストスケッチぐらいですよね。そうですね、ファーストスケッチですね。動線をまあとりあえずシンプルにしていった方がいいかなみたいな、だけどわけわかんなくなってきたからとりあえずバッて書いてみるとかね。であと丸いのもなんか書いてたんですよね当初から。でなんか丸が飛び出してるのもなんか書いてたんですよ、気づかずに。だけどちょっとスルーして、まあ、飛び出すのはないよなと思って、でこの辺からとはいえパビリオンの敷地ってもう面積が決まってて結構厳密にこういろいろ決まってたんで、それ入れていかないとちょっとこれ進まないなっていうんでグリッド引いて、だ今度だから面積の計算をし始めるというフェーズがあって、あちなみにこれさっきと最初のスケッチから提案ができるまでだいたい3ヶ月ぐらい、実は手計算とかで面積をこう掛け合わせたりして、要するに自分のアイディアがその状況で本当に生き生きとしてくるのか、アイデアと現実がお互いが最後はお互いがお互いを高め合ってるようなものにしたいんですよね。なんで結構こういう地道な作業が実は自分にとっては大事で、他のプロジェクトでも結構これぐらいいろいろやられるんですか？でもね、ここまでスケッチ書いたのはこの10年でこれぐらい、こいつぐらいですね。それでここでようやくなんか中の敷地割りをし始めるんですよね。なるほどね。 A タイプパビリオンと、多分赤いのが A タイプってやつで25個あるんですけど、でちょっとまあまあ真っすぐだとしょぼいよねとか丸めてみたりね、 M、SS みたいなね、こういうふうに割ってユニットで回したらいいんじゃないかとか、なんかいろんなことを考えてて、でもそんなに通路のスペース取れないからもっと細胞みたいにみちみちにしなきゃみたいなこととかをいろいろ考えて、でもなんか考えすぎてわけわかんなくなったからわーって書いてみたって、わーって書いてみたっていうなんかこういうのずっとやってると普通の設計でもありますけど、だんだん小さなところにこう意識が寄っていくわけですね、面積とか。このでふと我に返って、でもこれ全体ってこれで本当にいいんだっけみたいな。だから学生の方が見たらいいと思う自分が未熟だからって全然否定しないでどん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 やればこういうふうにわーってなったり。これいいじゃないですか。これいいですよねこれにした方が良かったですかね、ちょっと太陽の塔の顔みたいになってますよねいやダメでしょわでこの辺でとりあえず立体的に作ってみるかみたいなね、ちょっとバンクになってきてるじゃないですか。ちょっとバンクになってる、なってるじゃないですか。でね、バンクにし始めた理由は定かではないんですけど、はあはあ、テーマプロデューサーの宮田さんとか川瀬さんとか石黒さんとかとみんなで、まあ敷地とにかく見に行こうよって言っていた時があったんですよ。その時に、まあ、当然埋め立て地だから何にもなくてめちゃめちゃ広いで、わすげえなーって言ってたんだけど、何よりもやっぱり感動的だったのがその空、なんか地球がそこに浮いてるみたいなね。で何万人とか何十万人という人が会場に入ってきた時に、でもこの空をみんなが見上げてるっていうこの感覚、太陽の塔はないかもしれないけどもそれに匹敵するぐらい圧倒的なものって何かなと思った時に、この空じゃないかなと思ったんですね。これからの時代はだからその建築材料あるいは都市景観を作る材料として
何か大きなドラスティックな変化があるとしたらこの2025年の木造に違いないと。しかも日本で1000年以上の伝統がある日本でやるにはもう木造しかないと。万博でこれ今日話終わりませんか。やばいですね時間的に。トイレの話、ね、僕ねトイレ聞きたいんですよね藤本壮介といえばトイレなんでまあ、トイレってのはなんか難しいんですよね。機能的にはミニマルですからね。都市の中にちゃんとね説得力のある場としてのトイレを作りたいなと思った時にローマとかに行くと街の角とかでこう水がダーって出てるじゃないですか。ああいう感じで水場っていうのが街通りかかった人に ある程度意味を持つような場所に なれるんだったら面白いなと思って。このこれが水あの手洗いなんです手洗いがでかいんです。巨大手洗い でこういうとことか5箇所6箇所ぐらいあの水栓がついてて、でまあそれもこう低いところもにもついてるんですよね。これが実物なんですけど、ここ車椅子の方が入れるようにちょっと書き込んであるところがあって、あと高いところにもついてて、そうすると子どもとかも使えるじゃないですか。でこう入ると左に行くと大便器で右に行くと小便器みたいな。でこっちも女性のトイレはなんかちょっと切り取ってますけど。切り取ってますね。これねこれもあの意図してなかったんだけど、向こうから見るとパークハイアットがちょうどこの中に入るように写真が撮れるっていうのを誰かのインスタを見て、あこういう視点だったんだみたいな。今日はもうトイレと万博、トイレと万博全然気も違うけどそれでいいじゃんと思って、まあ、そうだよ ね, そうだよね。公衆トイレっていうのもものすごく空間的であり同時に社会的な場所ですよね、うん、それで人のこう行為の根源にも関わってるから、うん、そういう意味では建築として僕はすごく面白い場所だなと思ってて、うん、昔作ったあのガラス張りのトイレもそうだけど、一番なんかこう人間的なところの根底をこう再クリエーションしていくっていうんでしょうかね。そんなところありますよね。